爬虫類両生類のメンテをしながら聞く動画、メンテのお供です。プラケです。いや、ほんと毎日暑いっすよね。もう本当に溶けそうです。皆さんも溶けてないですか？大丈夫ですか？もうしっかりね、水分補給してね、なんとか、まだ多分2ヶ月ぐらい暑いかな、なんとかね、このクソ暑い時を乗り切りましょう。まあ湿気がやばいっすよね。暑さもそうですけど、ほんとそれがね、不快ですね。まあ、先日ね、娘が吹奏楽部に入ってるんですけど、まあ、それのなんか学校で本番のコンクールの前のこうリハーサルじゃないけど、それで保護者向けに演奏会があったんで、それに行ってきたんですよ。でそれをね、こう iPhone でこう動画撮ってですよ。で家に帰ってきて、娘とうちの奥さんにですね、こう送ってくれって言うから、エアドロップで送ろうとしたんですけど、なんか全然うまくいかないんですよ。そういう時にないですか？なんか僕ちょっと分かんないんだけど、やり方多分合ってると思うんだけど、行く時は行くんだけど全然いかないんですよ。そしたらもう、うちのもう奥さんがもうめちゃめちゃ、なんでエアドロップがうまくできねえんだっつって、おかしくないそれって言って、なんか僕にめちゃめちゃ怒ってくるんですよ。なんか本当すいませんみたいな、大変申し訳ございませんみたいな、俺はアップルの店員じゃねえっていう話、店員じゃねえか社員かっていう話。なんで iCloud のことで俺がこんなに怒られなくちゃいけないんだろうと思った。俺が悪くていかないんじゃないんですけどね。ちょっとそれが納得いかないけど、とりあえず怒られたら謝ってしまうんですけど、はい。というわけで今日はね、前置きの話はちょっとね、早々に終わりました。よかったよかったいつも長いですからね、これがね。で今日のテーマはですね、お客様のところで飼育しているレオパが亡くなりましたと、まあ、そういうテーマでお話ししたいんですけど、まあ、お客様って言ってもね、僕は美容師なんで、まあ、いつも髪を切らせていただいているお客様、まあ、実際にはお客さんのお子さんが、まあ、飼ってるレオパがね、亡くなったということでね、この間連絡が来まして、まあ、なんで僕に連絡が来るかっていうと、まあ、そこのお家でレオパを飼い始めたきっかけっていうのが、僕がレオパを飼育してるっていうことだったんですよね。僕はお母さんをね、いつも髪の毛切らせていただいてるんですけど、まあ、その時になんかレオパ飼い始めましたっていう時にこう見せたら、まあ、それすごい可愛いって言って、なんか写真とか動画とかね撮ってってくれて、でお家に帰って小学生のお子さんに見せたら、もう次の誕生日はもう絶対レオパが欲しいって、すごいね、女の子なのにめちゃめちゃレオパが気に入ったみたいで、でも本当にその後なんかね、だから LINE が来て、どういう風にね飼育設備とか保温のこととか聞かれて、もう本当にね、美容師とお客さんの関係なのに、もうレオパの飼育についてめっちゃアドバイスするっていうね、そんな LINE のやり取りをさせていただいてですね、でそれのもう次の日か次の日ぐらいだったかな、お迎えしましたって言ってね、なんか確かタンジェリン、多分ハイポタンジェリンかなんかだったかな、の写真送ってくれて、すげえもう買ったんだと思って、しかもこうね、どういうお店で買ったのかと思ったらね、すごい相模原にある爬虫類専門店で、僕もちょっと一回行ったことあるんですけど、ちょっとね、こう僕とかはね、ちょっと敷居が高いというか、なんかどうも僕ね、爬虫類専門店ちょっとドキドキしちゃうんですよね。僕なんかが行っていいのかなみたいな、そんなところでね、いきなり1匹目のレオパを買うってことで、もちろんね、1匹目買ってすごい多分ね、一生懸命すごい教えてくれると思うんですけど、すごい最初からそこ行ったんだと思って、すごいなと思ったのを未だによく覚えてますけど、そこでね、ハイポタンジェリンのレオパをお迎えして、すごいね、溺愛して飼育してるということで、まあね、その都度だから、それから髪の毛ね、やりに来てもらうたんびに、まあ、そのレオパのお話とか情報交換とかね、したりとかして、そのたんびに僕のところに来ると爬虫類が増えてるというまあ、そんなね、感じだったんですけど、でなんかね、本当に全然飼育の仕方なんか聞いてても全然順調そうで、あ、よかったよかったなんて思ってね、まあ、僕なんかもそんな語れるほど何か知ってるわけじゃないですから、まあ、そうやってでもね、すごい大事に飼われてて、すごい上手に飼えててよかったなぁなんて思ってたんですけど、まあ、先日急に、ほんとちょっと前に来た時には全然元気そうな話を聞いてたんですけど、急に久しぶりに LINE が来たなぁと思ったら、
なんかね、そのちょっと前にうちのレオパが、亡くなりましたと。で、まあ原因というか、まあわからないけど、まあ多分っていうことだったんですけど、なんかその多分シェルター、ウェットシェルターなのかな、多分須藤のね。でなんかそれとかになんかパッてね、その亡くなった後に中見たらカビが生えてたりとかして、だからそこをねちゃんとメンテナンスできなかったから、そういうところが原因なのかなとかで、なんかね吐血みたいのをして前日に、でやっぱそのまま吐き戻しみたいのをしたのかな、それでなんかそのまま亡くなってしまったっていうね、次の日かなんかにっていうね、あのラインが来ました。でまあね、やっぱり自分のとこの子じゃないからって全然悲しくないわけではなくて、やっぱりね仲良くしているお友達とかのとこの子が亡くなったりとか、僕もインスタとかツイッターとかでもねそういう報告を見ると、特に僕ちょっとそれなんてコメントしていいのかもわからないし、いいねとかもねどうなのかなって思うから、ね、結構反応しないことが多いんですけど、リアクションそういう時っていうのは。でもやっぱりね、やっぱり見るとすごい僕はやっぱ悲しくてですね。で今回はなんか特にね、僕がねレオパを飼ってることがきっかけで飼育を始めたっていうレオパだったので、やっぱり結構ねなんか悲しかったですね、やっぱりね。まあね、もう飼育していてやっぱりみんなね、当然のことながら少しでも長くね長生きしてもらいたいと思って飼育してると思いますし、死んでほしいと思って飼ってる人なんてもちろん誰もいないと思いますし、でもやっぱりね、あの時にはそういう本来のね寿命を全うせずして亡くなってしまう子っていうのがね、あの病気とか仕方ないと思うんですけど、それ以外でも、まあ、今回も病気の類なのかもしれないですけど出てしまいますよね。もしかしたら自分のね飼い方次第では改善できたんじゃないかって、やっぱり亡くなった後に気づくことってやっぱりあると思うんですよね。僕も正直今まで飼育してきて、カナヘビだとか、あとなんだ、未だに覚えてますけど、キガシライロワケヤモリとかは、やっぱり僕がもうちょっと知識があって、もっと調べて、もっと準備したら、多分まだ生きてたんじゃないかなっていうのは未だに思いますし、でももうね、今から生き返るわけではないですしね。だからやっぱりそれはね、もう自分が今後のね、飼育に、他の子、まあ、同じ種類じゃなくても他の子を飼うときにその失敗だなと思ったことを、まあいかに改善していけるかっていうこと、あとは今いる子たちにそれを生かしていけるかっていうところしかね、まあ、その子たちに償えるというか、そういう部分はないと思うので、その命を少しでもね無駄にしないように、ね、救えなかったけど他の子たちの長生きにつなげられたらいいなと思って、まあ、気持ちを切り替えて、まあ、他の子たちはね当然これからね悲しんでても餌やりとか世話しなくちゃいけないですから、そんなつもりでやってるうちに少しね心が、まあ何て言うんですかね、安らぐじゃないですけど、まあ、悲しい気持ちはあるんだけどね、やっぱり元気に餌を食べてくれる子たちを見て元気をまたもらって、だんだんね、まあ、傷が癒えるというか、そういう感じだったりとかしますね。まあ、本当だから何匹か飼ってる、まあ、僕は何匹かっていうレベルじゃないですけどね何十匹といますけど、まあ、本当にね1匹しか飼ってないのではないから、まあ、そういうねやることがあって気が紛れる部分もありますし、その子にね傷を癒してもらうっていう部分もあると思います。でもやっぱり今回ね亡くなったお家なんかはね、その子1匹だから本当にやっぱりそのお子さんがね、もう本当に一生分泣くんじゃないかっていうぐらい泣いてって言ってましたね。で僕もなんかね、まあ本当僕なんかの言葉であれですけど、いやもう当然ね、その殺そうと思って殺す人なんかいないし、一生懸命飼っててもやっぱり亡くなっちゃう時は亡くなるし、やっぱり特にねツイッターとか見てても思うんですけど、こう梅雨の時期から夏って意外と亡くなっちゃう子って多い気がするんですよね。やっぱり冬って結構みんなね保温とか気をつけると思うんですけど、で多少寒くてもね活動が少し鈍くなる程度でなんとかね急に死んじゃうってこととかって意外とないかもしれないんですけど、やっぱり人間もそうですけど、最初に言いましたけどね、この湿度っていうのはかなり過酷な状況なんだと思うんですよね、やっぱ爬虫類にとって。で温度があったかいからって言ってね、結構ねまあ安心安心なんて思ってても、やっぱり
特にレオパなんかね、どちらかといったら乾燥系の生き物ですから、やっぱり日本の湿度っていうのは結構濃くなのかなって思ったりとかしてます。まあ、そういうところでね、思うところもあって、僕なんか最近レオパなんかはね、シェルター、アイシェルターの方には水を溜めないで、水入れにだけ水を入れて、霧吹きもしない感じにしてます。まあ、空中湿度をあまり上げてしまって、逆にそれで体調を崩してしまうっていうことがあったら嫌なので、結構ね、なんか、まあね、日本の飼育所とか見ると結構ねウェットシェルター使うのがスタンダードですし、で結構脱皮の時に霧吹きなんてね言ったりとかするんですけど、まあ、脱皮の時は多少湿度あった方がいいのかもしれない。でも実際僕脱皮の前でも全然水とか霧吹きもしないですけど、今のねうちのレオパたち全然脱皮失敗とかしないので、まあ、本当に僕この間も何かで話したと思うんですけど、今回ね西アフのベビーの繁殖をして育てるときにブリーダーさんが、まあ、霧吹きが僕が思ってる以上にかなり少なめの霧吹きでいいよっていう話だったり、逆にその湿度上げすぎちゃって細菌とかが繁殖すると、逆にその空中にも細菌がやっぱりね溜まってしまうと、特にそれでね僕たちがやっぱり飼うケージって外で飼うわけじゃないですから、やっぱりどうしても空気ってねどんなに回るようにしてもこもることが多いと思うんですよね。まあ、すごい広いところで飼ってる人は別でしょうけど、やっぱり大体の場合はこもりやすいと思うので、そこにやっぱりね細菌が繁殖しちゃうと、やっぱり空中にも細菌が繁殖してそれを吸い込んでっていう風になって、それで呼吸器系のね病気になったりとかもするっていうことだったので、やっぱりこの湿度っていうのはすごい気をつけなくちゃいけないなということで、レオパの飼育環境をちょっとそこでね見直しまして、まああんまり湿度を上げすぎないように飼育してるんですけど、まあ、特にそれで問題もないですし、これの前に上げた動画でも見てもらったと思うんですけど、うちのレオパたちねバクバクバク元気にご飯も食べてるしうんちもしてるので、まあ、今はねそんな感じでとりあえずね様子を見ながら飼育してる感じです。まあ、かといってねずっとこのままやるのかっていうのは僕もわからなくて、何か問題が感じればまた違う飼い方に変えるかもしれないですし、まあ、とりあえず現時点では僕はこういう感じがいいかなと思ってね、僕のところで飼っているレオパたちが少しでも長生きしてもらうために常にね新しくいい環境がよりあればね変えていこうって思いながらやり方をねどんどん模索しているような状態でございます。まあ本当にね亡くならないとわからないこととかね、その間違ってたとしてもね、ちょっと本当はねこれで状態崩しちゃってたのかもしれないなって、やっぱりね爬虫類ってもう具合が悪いのが出たらもうね結構手遅れなことも多いですし、やっぱりねそういう意味ではねできるだけ日々より爬虫類にとって少しでもね快適な環境、病気になりにくい環境っていうのをね、まあ、作ってあげるのが大事だなと、本当に他の方のね今回お客様のところのレオパでしたけどのその亡くなったお話を聞いて改めてね自分でももっと気をつけなくちゃいけないなって思いました。だからもう本当に今西アフとかにはウェットシェルターも使っているので、改めて毎日ねそのメンテの時にしっかり内側まで見てカビとか生えてないかなとかそういうのは見るようにしてますね。やっぱそうやってね誰かが失敗って言ったら言い方ちょっと良くないですけどね、他の子が亡くなった時に自分もちょっと気をつけなきゃなってやっぱり思うことってすごく大事だと思ってて、まあツイッターとかねでもそうですけど、結構ねツイッターでもね昨日までご飯食べてたのに今日亡くなってたとかねそういう話とか結構聞くんですけど、やっぱそういうところからなんかね自分も感じることがあったらそういうねことが起こらないように、まあね絶対にそれで死なせないってことはできないかもしれないですけど、他の人がなんかこうしとけばよかったってことがあったのであれば、それもね自分もしっかり知識として頭の中に入れて気をつけることで防げることっていうのもあるのかなと思うので、そんな感じで僕は他の方のねちょっと悲しいお知らせに連絡じゃないかリアクションはしてないですけど、なんか自分の飼育に生かせたらいいなと思ってね、ありがたくそういう情報をね共有させていただいてます。まあねちょっとね悲しいお話だったんですけど、まあ、ぜひともねそのお子さん、お客様のところのお子さんにも、まあ、ここでねそれだけ一生分泣いてねすごい反省してるんだと思うんですよね。もっと生かしてあげられなかったと思って、ぜひともねでもこうでねもう飼わないじゃなくて次の子はねしっかり育てられるようにねまたぜひ
ね、レオパーでも西アフでもなんか爬虫類ね飼ってもらいたいなって僕は思いました。まあそれを決めるのはね本人とかご家族だと思うんですけど、僕はそう思いました。僕もね最初カメを爬虫類20年以上前に飼って、その1匹目が1週間で死んじゃったんですよね。でそれでもう一生飼わないじゃなくて、そこで僕なんかねいろいろ調べてカメを次買ったんですけど、まあ、それがもう爬虫類沼の今思えばスタートなんですけど、まあ、それをね生かしてその反省とその時のね何て言うんだろう思った気持ちを忘れずにね他の子たちを飼育するっていうのはすごい、それが何かやっぱりモチベーションとしてねすごく何て言うんだろうな、やっぱり毎日同じことやってるとね結構緩くなってきちゃうと思うんですけど、改めてねそのやっぱりサボればその分命を扱ってますからね、やっぱりちゃんとサボる部分もあってもいいと思うんですけど、ここだけはちゃんと抑えなくちゃなっていうこともねしっかり見ていきたいなと、まあ今レオパにしてもそうですし、まあもちろんね他の子たちに対しても今思ってます。そういうねことが今回あって改めてねその僕の昔の話も思い出しましたね。でぜひともねまたチャレンジしてもらいたいななんて思ってますね。そうね、あと僕のお客さんって他にもねなんか伊豆でヒョウモントカゲモドキ触ったらすごい欲しくてなんていうね男の子がいるっていう人がいて、もうぜひともねそういうね子たちにはね、まあ、爬虫類沼にねハマっていただけたらと、もうやっぱりそういう風に思ってる子たちってすごく大事にするでしょうから、すごいね爬虫類を飼うことですごく勉強になることもいっぱいあると思うので、また犬猫とは違う可愛さがあるとは思うんですよね。うちも犬いますけど、犬は犬でもちろん可愛いんですけどね、やっぱ爬虫類に爬虫類にしかない可愛さとか、すごいこう飼育についてね考えて頭使う想像するそういうことがねすごくね楽しいと思うので、ぜひともねそう思っているお子さんはなんかねお迎えするチャンスがあればしてほしいななんて、そういう話を聞くと思ってゴリ押ししてるんですけど、ぜひともね今回のその亡くなってしまったレオパを飼ってたお子さんにもねここでね終わりにせず再チャレンジしてもらいたいと思いました。はい、そんな感じで今日のお話は終わっていきたいと思います。またねメンテのお供何かネタがありましたらお話ししたいと思いますので、また聞いていただけると嬉しいです。最後までお話を聞いていただきありがとうございました。プラケでした。バイバイ。